Hi everyone! How is going? It's me, Takeharu. Please call me Taira. So, recently, I lost confidence. confidence. I'm stupid. I think that every time. So, because it's difficult to remember to junior high school English grammar. Take a time memory. I get stressed. In those cases, I lost confidence. A human is emotional creatures. I can't continue that have that emotion. Tomorrow or day after tomorrow, emotion is lost. I will lost that emotion. So in those days, I think that. For example, I'm genius. I can do it. I'm absolutely succeed. So let's get started. という感じですね。なんかまあ言いたいことの半分も言えなかった感じがしますが、最近やっぱりね、自信をなくしたりとかストレスが溜まることがやっぱり勉強してて多いんです。というのもこれもう誰でもあることだと思うんですけど、やっぱりね、年齢のせいでもないし、こういうもんだなっていうふうに頭では分かっててもやっぱりこうイライラしたりとかね、自分の情けなさにクソったねみたいな感じで思ったりもするんですね。というのもやっぱりなんだろうな、こう中学校の本当にクソの英文法ですらやっぱり本当になかなか覚えられないっていうか、すぐ忘れるっていうかね、時間が定着するのに時間がかかる、まあ、1、2週間前にできた問題がもう一回やってみると全く できなかったりとか、多分おそらくそれが反復して繰り返していって、少しずつ記憶のね、土台っていうのがどんどん厚みを増してくると思うんですよ。まだまだですね。で、まあそういう時にやっぱどうしても自信がなくなったりね、俺はダメだなとか思ったりするんですけども、でもまあよくよく考えてみると、まあみんなそうだなと。なんだろうな、やっぱりまあ、もしかしたらいるのかもしれないけど、人間っていうのは結局、感情の生き物ですから、同じ感情とか、ずーっと怒りっぱなしっていうのもできないし、ずーっと喜びっぱなしっていうのもね、なかなか難しいもんで、それを感情を持ち続けること、いい意味でも悪い意味でも感情を持ち続けることもできないもんですから、まあ、そういうね、落ち込んだ時とかストレスが溜まった時なんかは、まあ自分自身で自分を褒めるんじゃないけど、言い聞かせるっていうのかな。俺は天才だとかね、ちょっと何かができたりとかね、ちょっと何かがこう、うまく覚えられたりとか、ちょっとしたことでもいいと思うんですよ。そういうふうに言い聞かせたりとか。俺は絶対できる、もしくは絶対成功するんだとかやるんだっていうふうな感じで言い聞かせて、しかもこれ英語ね英語で言うのがポイントです。やっていって続けていって、まあ、これもね、言いたかったことを言えなかったんですけども、ローマ帝国、ローマは一日にしてならずっていう言葉がありますけども、やっぱりその通りだと、あんだけ偉大なローマ帝国、偉大なっていうかね、あんだけ広大な
で領土を治めて、そして文化的なものとか法律的なものとかいろんなものも当時としては最先端じゃないけども、しっかりとこう体系立ててできた帝国っていうのが昨日今日一日2日で出来上がったわけだなって、本当にやっぱり何年もの年月を経て出来上がったものなんだなというところがあって、まあやっぱりね、まあそういうふうなことを考えると、やっぱり僕も今7月の10日からやって、まあ、あと約もうあと2、3日で、1週間ぐらいちょうど前に4ヶ月なんですけども、まあ、ちょっとぐらいはね、本当にやっぱりちょっとぐらいは、知識の量もそうだけど、喋れる量とか、そういったものっていうのも、多少なりとも、一つ二つでもフレーズが増えたりとか、単語のね、ストックが増えたりとかして、一歩ずつでも半歩ずつも前に進んでるんじゃないかなと、いやいや進んでるはずだとっていうふうに思って、まあイラついた時とかね、ムカついた時なんかお酒飲んでもいいですよ、ふて寝してもいいと思うし、まあ僕なんかはまあこういう時じゃないけどちょっと乗り気しないなって時なんか体を動かして、ね、ウォーキングしたりとか筋トレしたりとかやります。そうするとなんか体が動くことによってなんかこうしなくちゃいけないとか、こうなんていうのかな、鬱屈としたこうイライラした気持ちっていうのは少しこう和らいだりとかするケースもあるんで、まあ自分なりのね、そういうストレス発散をとか気分転換の方法なんかを自分なりに作っていけばいいんじゃないかな。やっぱりね、本当にそんなに簡単にできるものではないんで、頭では分かっててもなんで俺ってこんなにバカなんだろうとか、なんでこんなに覚え遅いんだろうって思うことがありますよね。でもよく考えてね、4ヶ月でね、まあ、目標を半年でペラペラになるのかって YouTube でこうやってますけど、まあ、あと2ヶ月です。あ、うん、半年そうかな。あと2ヶ月で、まあ、ある程度ペラペラっていうのが、なんだろうな、その、10分間をめどに、まあ、いろいろこう、自分で頭で考えながら、考える時間を除いてですね、これって何て言うんだろうなとかっていうフレーズとか、この単語何て言うんだろうかなっていう単語をなくして、もし言いにくかったら、違う言い方にさっと自分で言い換えるような感じで持って、トータルで実際の喋ってる時間が10分ぐらい、まあ、それが、考えてる時間、もろもろの時間入れたら12、3分とか15分ぐらいになるかもしれませんけど、実際問題普通に編集してね、喋ってる時間だけをぐっとこう詰めたら10分ぐらい喋れるんじゃないかなっていうところまで、まあ、年内に、で持っていきたいなというふうに考えています。はい、今日どうもありがとうございました。ツッコミコメントとかみんなコメント、最初のね、2分か3分ぐらいのトークはぐちゃぐちゃツッコミどころ満載だと思いますが、そういうのがありましたらぜひよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録もよかったら、お待ちしてます。 Thank you for watching this video. Could you please subscribe? See you next time. Bye.